第3代ギルフォード伯爵ジョージ・オーガスタス・スノースは、イギリスの政治家、貴族。イギリス首相を務めたフレデリック・ノースは父にあたる。父が、ギルフォード伯爵位を継承した1790年から、自身が爵位を継承する1792年まで、ノース教の儀礼称号を用いた。第2代ギルフォード伯爵フレデリック・ノースと、アンスピークとの長男として生まれた。 1774年より1777年にかけてトリニティカレッジに学んだ。ジョージは1778年以降の選挙で庶民院議員に当選し続け、父のアメリカ独立戦争における政策を支持した。1792年に父が死去するとギルフォード伯爵院を継承し、貴族院に移った。1792年7月、首相のショーピットから、 ベンガル層特有を打診されたが断った。二度結婚して、娘三人を設けたが、息子はすべて溶接し、1802年に死去すると、ギルフォード伯爵は、弟フランシスが継承、ノース男爵は保持者不在となる。1837年7月15日、貴族院は、ノース男爵は最も長生きした娘に与えられると、決議した。1835年に、 ジョージアナが1841年にマリアがそれぞれ死去すると決議に従ってスザンナが第10代ノース助談尺となった。1785年9月24日に第3代バッキンガムシャー伯爵の娘マリアフランシス・メアリー・ホバート・ハンプデンと結婚した。二人はマリアが1794年4月22日に死去するまで2男二女を設けたが、 成人したのは娘一人だけだった。1796年2月28日、ロンドンの銀行家、トマス・クーツの娘スザンナと結婚し、一男二女を設け、うち二女が成人した。ありがとうございます。